こんばんは、キモンさんです。さあ、黄金世代やっていきましょう。すっかり忘れてたなと思ったのが、トレードですね。大須賀、藤間、大津、下川、相川、この5人を、ね、トレードさせたいなっていうのがあるので、まずそこからちょっとやってみるかい。まあ、トレード正直いらないんだけどね。別にうちから欲しいものは特にないんだけど、まあ、単純に誰かあげたいなっていう、活躍してほしいなっていう、それだけですね。じゃあどこ行こうかな。別にどこもいらねえな。かろうじてなんか強いて言えばどこが足りないとかあるかな。ピッチャーはもう余ってるからいいけど、そうね、キャッチャーなんて多分どこ行っても取れるだろうから、どこもいらねえな。まあいいか、とりあえずトレード出すか。なんかどっか足りないとかありますか。バファローズなんか足りないんじゃないですか。あ、でもなんかパリーグに送るのもな。セリーグに送るか。セリーグに誰か送るとして、したらば誰かいるかな。まあ、あんまりピッチャー同士のトレードとかは避けたいところではあるけどもさ、なんかないかな。あいついいですよみたいなね。あ、それからマイク変えました。前に歌ってみた動画を撮っていたマイクをですね、ちょっと引きずり出してきまして、それでちょっとね、撮ってみようかなと思って撮ってます。多分音質がちょっとだけ良くなってると思う。ただ恥ずかしながらなんだけども、あれなんだよね、めちゃくちゃ手作りなんだよね。ハンガーを丸めて作ったスタンドマイク、スタンドにで、ポップガードをパンストをかぶせて、ボッて音を阻止してるっていう、めちゃくちゃ簡易的なやつなんで、なんですごいね、見てくれは悪いんだ。だから買ってこないといけないんだよな、スタンドを。そっからだな、私は。誰か言うかな、血の。いや、さすがにこいつくれとは言えないな。欲しいやついないんだよな。いねえな。そいだ、そいだ、こうぞ。くしくも同じ名前だな、昔やってた、テナントと。もういるやついない。若いやつ欲しいな、せめて。諸岡優作もらおうか。6番与えられてはいるけども、諸岡優作をもらおう。これはもう申し訳ない。ただ絶対にベイスターズにとって得なトレードにしたい。なんでまず相川をあげよう。7年目だけども、こいつは絶対活躍すると思うんだ。 V スライダー6だからね。で、打者能力もあるから、セリーグが合う気がする。万世か万世か。おい、話が変わってくるぞ話が変わってきた。事情が変わった、事情が変わったぞ相川の事情が変わった。どうしようかな。相川晩成なんか使ってあげよかったな、うちでな。うちで使えよかったな。いや、もう行かせるか。晩成の二刀流を手放すというね、ちょっと異常事態だけども、やらせてもいいな。万世の二刀流を手放す。で、あと誰だろうな。あとは、藤間、大津、下川、相川がいるんだけど、二刀流だからな。そうな、大須賀とか実績もあるしね、まあ、超早熟であるけども、これどうだい。割と実績と実力のある二人を送り込んだと思ったんだけど、さあ、これを1日開ければ海外留学が返ってきます。これでいきましょう。さあ、どうかしらね。どんくらい人じゃない能力が上がるか見てみましょう。 GO! 亀井、通信も覚えました。チェンジアップ6、コントロール2上がって、球速が3。田代もまあ、なんかそんな上がってねえな。田代そんな上がってないじゃないの。何やってくれてんのよ。とりあえず強くしていくか。マジか、田代あんまだったな成長スピードがちょっとな、早熟ではないと思うんだけども、まだまだか。田代の何かな、アイテムが何かによるな、何あげるか。繊細に遅れた田代。田代ミート練習、ミート練習っぽいな。ミート練習にするか。ミート練習あげさせとこう、田代には。田代、お前はミート練習だ。はい、ミート練習で、亀井。いやー、ちょっと相川晩成だったか。もったいないことをしてしまったな。申し訳ないね相川、お前晩成だったのか。
もったいねえな。もったいないからこそ、今ならまだ輝ける気がするんだ。もううちではちょっと厳しいかもしれないからさ。ためになんもないか。タイプにじゃあげるか。一回シュートあげるか。シュートあげよう。OK。うん。はい、OK です。さあ、あとはトレードが成功するかどうかですな。先発だな、もうちょっと埋まっちゃってるのがあるからな。相川を使いづらいっていうのがあるんだよな。いやー、でも相川は万世か。普通に強いな、相川な。でも、49キロ。それを凌駕するほどの投手能力を持った化け物たちがいるんだよな。あ、川又を生かせてもいいのかな。川又の方が実は、川又生かせるか。どうだろう、川又生かせるのか今な。どうなんだろう。ちょっとこれはもう運営がわからんくなってきたよ。川又はちなみに年俸は、川又はいくら。2700万。しかしチーム愛は 100%。 実績を見てみるか。あとはもう川又が俺らのことをどう思ってるかだな。うん、そうね。まあまあ輝ききれてはないね。正直輝ききれてはない。どうしよう、川又と藤間と大塚って一緒なんだね。どうしよう、大塚藤間をまずトレードで出すか。そしたらちょっとベイスターズさん、今の中止ベイスターズさん中止です。あ、中止です。はい、中止です。ベイスターズさん中止ですよ。中止でした、ごめんなさい。室岡さんと大塚藤間でどうだい。うん、これでどうですか。これはまあ割といいんじゃないですか。実績というかかなり強いですよ、この2人は。これでいきましょう。ベイスターズさん、これでどうですか。ベイスターズさん、これいいトレードですよ。これはなかなかですよ。いいトレードな気がしませんか。なんか逆に来なかったか。なんか逆にベイスターズから依頼が来た気がする。来た、なんだこれ。来たな、川端とキャッチャー。なるほど、逆にオファーをかけてきたか。ってなるとうちからは大津を出してあげたい。あ、でも宮村も出せるんだ。宮村出してやるか。宮村出していいんだったら宮村出すか。そしたら最初にまず OK、 まずベイスターズのトレードが一件成功。さあ、まず宮村が行きました。さあ、あとはあ、成立した。これで3対2のトレードか。見てみよう。3対2のトレードが成功した。はい、諸岡川端の外野2人。ちょっと待って、これどういうこと。諸岡川端っていうのが、諸岡がまず20歳だったよね。20歳の諸岡外野手。はい、で23の川端か。23の川端って言いづら。はい、で33の藤間、33藤間、31宮村。おう、で29の大塚か。29大塚。はい、20の諸岡、23の川端外野手2人と、33の藤間、29の大塚ピッチャー2人と捕手宮村が、トレード成功と。まあ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 いいんじゃないですか。そのお互いのためかわかんないけど、まあいいんじゃないですか。いいトレードかどうかわかんないけど、まあ、こっちはなんか達成感はちょっと感じるよ。うん、いや、いいんじゃない。非常にいいトレードな気がするよ。そう、諸岡が来たね。海外留学かな。あ、海外留学ですね。まあ、守備がうまい、非常に。外野の守備がうまいって何なんだろうな。外野の守備が非常にうまい諸岡が来ました。何を鍛えていこうかな。まあ、こうなるとあと足なんだよな。とりあえずお任せにしよっか。
何があるかわからんから。でこれであとは大津、下川、相川が必要って感じですね。いやーどうしようかな。川端が、ちょっと川端があれだな。ちょっと相川使ってみよう。西矢も行かせるってこともあるよ、正直。西矢がもうちょっとあれなんだよな。ちょっとうちで実績を残しすぎたんだよな。さすがに西矢をトレードに出すのはちょっともう、シャークスファンが怒りそうになりますね。ただ西矢の活躍のことを考えたら、行かせてあげるのは得なんだよな、多分。でも2桁勝利を6回やってるからな。ここ何試合かちょっと、あれなんだよな。そうなんだよな。西矢33歳トレードか。西矢年俸いくらだっけな。ちょ、西矢の年俸がいくらかによるな。西矢年俸いくらだ。そんな高くないっしょ。もう1億ぐらいっしょ。あ、1億2000万。なるほどね。いやただ脱三振牽制ポーカーフェイスの特能を持ってるってのは結構ありがたいんだよな。ちょ、西矢を浮かせんべかトレード祭り。さあベイスターズに戦力を上げましたね。どこが足りないだろうな。カープ保守8人、どうなってんの。29歳、25歳、30歳、若手がいないね。あ、小生こうなるんだね。はいはい。こいつは出してもいいよみたいな人いるこいつは出してもいいよみたいな、そういう人いないかな。え、でも若手が欲しいわけではないんだよな。でもうちもな、決して若手が欲しいわけではないんだ。そして戦力としているわけでもないんだな。そう、本当に事前事業みたいな感じでトレード出してるからさ今。でもなんかいたずらにそのチームのすごい選手を取るっていうのはいかがなものかと思っちゃうから、やっぱりちょっとまだあれだな、ひよっちゃうな。こいつ取っていいのみたいな。岩上。ああ、でもショートとセカンド回れるな。25歳。結構助かるな。と、ショートまあ、正直めっちゃいるんだけどさ。ショートめっちゃいるんだよな。草山あんまり打たないな。ってなると、そろそろあれ使ってあげるか。そろそろあいつか、野々垣の出番か。外野に困っちゃったな。野々垣の出番でもいいな。そろそろな。どうしようかな。誰を出すか。誰を出すかな。外野多いな。あ、でもまあキャッチャー大津、ただ5人になるのか急に。ちょっと怖いな今これ誰かを出すっていうの。大津が FA する可能性もあるんだよな、63日だからと。ってことを考えたら、うちから上げれるのは下川下川よ。下川になったな。はい、下川と1対1それでいけるかな。でもまあ年は割と近いしな。向こうの状況見てなかったな。どうなんだろう、向こういんのかな。向こう外野手いんのかな。実はどうなんだろう、そこら辺の状況を見てなかったな。どうだい、ガイア、ライス、あ、まあこいつは絶対いるだろうね。有坂、あ、四国の大砲、長井ね。長井は使われてるだろう、さすがに。曽根はショートじゃないかな。ガイアで使わないでしょ。石川のガイアの可能性あるな。なるほどね。ガイアがちょっと手薄だね。ってことを考えたら下川にだいぶ分がある対決な気もする。うん、まあ、下川はおそらくこの玉井と一騎打ちということになるね下川の一騎打ちという相手は、あ、こいつか。990の安打製造機勝てるかな下川。いや2軍 の方がちょっと戦力あるな。うん、いろいろ考えた結果、あとはもう下川の移籍先を探るって感じだな。そうだね、そんな感じだね。下川の移籍先を探るか。下川なんか移籍できんのかな。なんかあんのかな移籍先でも下川のいいところは
まだ実力を全部出し切ってはいないってとこなんだよな。そう、実はまだいろんな可能性が下川にあるんだ。さあ、そんなことをしてる間にもうちの体制を整えた方がいいんだよね。としたら、あ、おっとひどいな。どうしようかな。とりあえず外野はいいんだけど、野々垣だな。ショートはちょっとこれ守備面が外せないな。この二遊間は守備面だけで外せないんだよな。ほんとそれだけって考えたら、野々垣使ってあげたいな。対して能力タイプは守備型か、使ってあげたいな。こうか。ちょっと片山がちょっと思ったよりなんだよ。意外と風間さんが、風間さんが使えるんだったら風間さん使いたいな。野々垣の出番が減るな。うわ、1割9分1厘なかなか打率が低いね。こうか。足速いのはもう森村か。こうか。こうなっちゃうな。 OK、 よかったよかった。風間がようやく1厘。いや、しかし足が使えないのが痛いな。とりあえず下川のトレードが成功するかどうかですな。さあ、下川カープで頑張ってくれ。いや、下川はきっとカープで頑張ってくれる。田島スランプ脱出。スランプだったか。下川来い。下川、お、2000本安打達成おめでとう。下川来い。来ないな。下川の情報来ないな。でもまだカープさんは迷ってますよ。カープさんがまだ迷ってますよ。片瀬2000本安打、36歳。まあ、妥当っちゃ妥当か。さあ、相川を使っていくか。いよいよ30歳にして初のレギュラー。まあ、打撃を生かすとかちょっともう無理だから。いや、西谷出すかな。そろそろ西谷を出すか。そろそろそういうことか。さあ、ペナントショップか。片瀬のやつと森村と大本、消しゴムを作っちゃった。で、ここまで行って、さあ、下川どうだい。失敗。いや、しかし下川と西谷だな。あれ、パファローズになってる。スワローズとかなんか余ってないかい。先発が欲しいとかないかな。スワローズ欲しいんじゃないか。でも1位なんだよな、去年な。それ考えたら、実はここに戦力を上げるのはあんま得策じゃないのかもしれないな。ちゃんと下位チームに行かせて、それで勝つのが下川のためになる気がするな。矢野とかくれねえかな。無理かな。くれそうな気がするんだけどな。いや、ちょっと強いな。普通に強いんだな、みんな。中日さん70人か。マックスまでいってんだな。でも先発はいなそうだな。先発はいないね。安西、唯一のエースだね、こいつね。カットボール、通信、カーブ。ここにやっぱ、あ、山本いるじゃん。まあ先発、あ、でもまあ、農場いいんじゃん、そりゃ。1.51 で2勝4敗。1.51 で2勝4敗か、かわいそうだな。赤身にもいるしな。なんだかんだ、うちから何人か行ってんだよな。どうしよう。なんか誰かあげたいけどな。誰かあげたいのはね、すごい山々なんですよ。誰かあげたいなとは思ってるんですけどもね。どうしようかな。まあ、下川がいたら、まず外野が埋まるな。あ、こいつあれか、ドラフトか。すごかったやつだ。強打がいいんだね。外野これでいけるかな。なんか外野いける気しねえな。いや、ちょっと外野多分これ下川いけねえかもな。
本。うん、いやこれ下川いけねえんじゃねえか、これこれ勝ち上がれねえんじゃねえか。そうだな、いちいちトレーダーは無理か。ベイスターズにまたあげるか誰か。でも外野いられえな。カープさん西谷いらねえかな。阪神どうだい。阪神にトレードでいるって面白いな。阪神先発いる必要でしょ。いるでしょ先発ねえ。西谷なんかもうめちゃくちゃ実績あるんだからいいでしょうよ。さあ誰かいねえかな。こいつはいいですよみたいなさ、素敵な夢を探してるのさ、こっちも素敵なこと探してるのさ。夢は移ろいやすくとも。若いやついねえな若いやついねえな。なんだろうなこの感じ。若いやついねえな。上地背番号1番、1番与えられてんな。1番与えられてるやつをちょっとトレードでもらうのはどうかね。その期待感を考えるとちょっとあんまり欲しいと思えないな。アレンミーなんかすごいじゃないのさ、まあ、どうせ取るなら若いやつが欲しいんだよな。でもなあ、いいじゃん公開の大砲。いや下川をせっかくだから使いこなしてくれるやつがいい。なんかいないかな。さすがに18番背負ってるやつもくれないだろうな。さすがにさすがにくれないと見た。実際は1億2000万積んでるから来てくれるんだろうけどさ、そこはもうリアリティよね。驚き。いない。欲しいのが全くいない。どうしたらいいんだこういう時こういう時どうしたらいいんだ。でも行かせてあげたいのは山々なんだ。どうしよう。背番号1番くれるかな。無償トレードでもいいぐらいなんだけどな。もう無償トレードさせてくんねえかな無償トレードさせてくんねえかな。あ、ベテラン取るか。1人僕の遅れそうなベテランを1人取るか。近本とか。近本くんねえかな。近本さすがにくれねえかな。でもやっぱ近本の処理に困ってるっていうのはあるんじゃないか多少。近本の処理に困ってないか。いや俺は困ってると思うんだ近本に。いやちょっと困ってると思う。復活を目指したいと思うこっちで。復活できるかちょっと分からんけどもさ、西谷も下川もやっぱりそうだな。これはいいトレードじゃないかいいトレードかな。いやくれたら意味わかんねえけどなこれで。近本なんか実績で言うとすごいでしょ。だって精神的支柱みたいな扱いなのかな。あ、1500安打ぐらい打ってるね。これをくれるかどうか分かんないね。まあでもまあ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 看板選手でしょこんなもん。ただやっぱり近年の成績を見るに、まあおそらくだけども阪神サイドもちょっとどう使っていいか分かんない部分はあると思う。うん、だからこそこれを引き取る。田代の専属の選手にしよう。どうだい阪神さん。そうだよ今2位なんだから先発が1本増えるんだよ。これはでかいと思うよ。シャア成立来ました。栗林の能力も判明。さあ来ました。来たね。まず田代の近本を教えるかいろいろ。うん、何を教えようかな。早急アップ、対左内野の固め打ち。そうね、積極盗塁とりあえずはね。とりあえずは積極盗塁。よし、さあ栗林能力判明しました。見てみましょうか。栗林片瀬すごいな。ボロボロなのに打ってんだなすごいな。さあ行きましょう栗林。お強いですね。化け物ですねやっぱりね彼は。
走塁こそ下手ですけども走塁こそ下手で積極走塁ついてますけども、化け物ですね。サードが空いてりゃね使えるんだけどもさ、これを外そうと思えないな。いや宮原が FA する可能性は十分にあるからな。栗林は今何を教えられてるの。積極通りね使いたきたいな。しかしな、来年かな。よし、化け物でしたね。相変わらず化け物でした。さあどうしようかな、なんか見てえな。あ、中日戦やんじゃん、見ようぜ。さあ中日戦見よう。なんか出番プレイで中日戦見ようじゃないのさ。誰見ようかな。田島を見たいね。うわ1割2分1厘ひどいもんだ。片瀬とか見たいな、ちょっとな。片瀬見てみるか。ひどいもんだな。しかし片瀬2番いいね。さあ藤島が絶好調ですな。もう負けないだろう多分、藤島が絶好調だから。うん、さあさあさあどうなるかな。いや名古屋ドームです。本当に中日ドラゴンズ対石川、セパ交流戦1回戦の模様をお送りいたします。冷たい竜。ドラゴンズの先発は投げるサイレント K、はい、山本、石川の先発は期待の逸材藤島、この両投手の2戦目3戦目農場出てくるかな。さあ間もなく試合開始となります。はい、行きます。バッターは平際の魔術師カタス。森村塁に入れて、お強振だ。第9球投げました、危ない球。2番カタス。第2球投げました、ボール。はい、見えてますよ、2000本安打打ってますからね。第3球を投げました、未だにセンターのレギュラーストライク。この強さ。第4球を投げました、おい打ちました。これねレフトへのフライダー、あれを流すのがベテランらしいんだけどね。引っ込みました。さあさあさあ石川追う展開で迎える3回です。片瀬正広ワンアウトランナーなしという場面で平際の魔術師片瀬、守備うめえんだから。第1打席はレフトフライに倒れています。3割1分で守備うめえんだから、決まってストライク。追い込んでから投げた、外角低め外れてボール。いいね、投げた、いいよ、外れてボール。見るね、山本も 1.48 すごいな。打った当たりだ、ね、強打掴んだ一塁送球。は引っ張るね頭を。これで2アウトランナーありません。引っ張り屋さんだね。さあ点が取られた。石川追う展開で迎える5回です。バッター平際の魔術師片瀬、今日はレフトフライとショートゴロ。第2球、ね、投げた、ボール。独特だね、誰のホームだっけこれ。第3球を投げた、危ない球。3ボール。さあもうこれはもう振らないでしょ。第4球を投げました、4球目ストライク、それでいいそれでいい。さあ投球は5球目、はい OK ですよ。見送ってフォアボール。出ました出ました。ああただ点が入らない。石川ここはなんとか打ちたい。ノーアウトランナー2塁という場面で平際の魔術師片瀬ストライク。次が藤島か。第2球、おっと157キロ、できましたがかすっただけ。第3球もう157キロすごいな藤島。第4球を投げました、ストレート。155キロ、いいに150キロ連発してるな。次は5球目、おいいね、緩急がすごいな。ストレートじゃないか、投げました、あーやっぱりフラフラッと上がった、強打落下点に入った、掴みました、もったいないね。これでワンアウト。さあ点が入らん。石川ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー2塁という場面で風間にダイソー来るか、そうだな、いけ片山。石川ダイソー投入です。俊足の片山2塁に入るね。ネクストバッターザクルに宮原行くの。第2球投げました、スライダーボール。振り返って2塁牽制球。いや確かにな、これがランナーとしているのが怖いだろうね。第3球を投げました、アウトローを見送ってストライク。ちゃんと見てるね。第4球を投げた、ヒット打った、痛烈な引っ張ったが、これはどうだ、抜けるか、抜けた、ヒット。 OKOK、 ボールは中継、足が速い畑山。石川あっという間に1点めました。いいですね。さあリプレイです。カーブを綺麗に、石川2点差に届かず敗れました。いやしょうがないね。いやまあ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 中日さん強いですやっぱりね。6勝2敗、まあなぜ今日負けた。
さあ、農場が来ないね。農場を見たいんだけどな、こっちはな。農場じゃないね。飛ばすか。スキップで。農場出してくれよ。フルス対決見たいだろう。勝ちました。農場出してくんねえかな、中日さん。中日さんさ、農場出してくんねえかな。あれ、そういや、トレードは、あそこ成立したのか。トレードは成立してた。あー、農場来ねえな。じゃあ、あとはもう楽しみ、阪神だけだな。阪神戦で。あー、でもベイスターズ戦を見たいっちゃ見たいな。ベイスターズ戦活躍してんのかな、あいつら。どうなんだろう。してんのかな。一応見てみるか。スキップで。出てないな。あいつら出てねえな。あいつら出てねえぞ。大丈夫か。大丈夫か、あいつら出てねえぞ。まあ、しょうがねえか。実力社会強いもんだもんな。しかしまあ横松が打たんな。1割3分でなかなかひどいぞ。出てねえな。阪神戦みたいな。阪神戦も終わっちゃったか。あ、あるある、甲子園だ。3日間ですか。さあ、西谷とかは活躍してるかな。全部セ・リーグに送っちゃったもんだから、パ・リーグで戦うことないね、あんまりね。でもまあ、パ・リーグで戦うよりもセ・リーグの日本シリーズで見たいもんな、やっぱり、俺たちのライバルっていうのはさ。おい、おい、月間 MVP、安西、力は誰もいない。さあ、阪神戦、西谷とかいるかな。まずこっから見るか。こっから見りゃ西谷、あ、いる。 8.76、 1勝1敗。まあでも先発任されてるな。あれ、アイス一緒に行った下川は。下川は背番号5もらってる。近本の次のやつもらってる。下川はちょっと期待受けすぎじゃないか。下川ちょっとその期待はちょっと超えらんないんじゃない？大丈夫？その期待超えらんなくない？背番号5もらってるぞあいつ。あいつちょっと肝っ玉が座りすぎてるな。それはお前じゃないだろうと思うしな。俺でもわかるよ。背番号5はお前じゃないよ。失敗しよう。亀様が7勝3敗。さあ西谷みたいな。森村スランプ。そうですか。関係ないですよ。次は普通のようです。はい。さあ、オールスターゲームについてやっと説明が行われました。15年ペナントやってますが、やっとオールスターゲームについての説明が行われました。さあ、西谷来ねえな。なかなか来ないね。見たかったけどね。無理でしたか。はいはい、OK です。はい、なんですか。交流戦優勝、最終戦で決まったな。はい、ありがとうございます。さあ、どうしようかな。あとは誰だ。磯田使いてえな。梶本5勝3敗。ちょっと磯田を使ってあげたいな。あとはなんか使ってあげたい人あんまりな。そうなんだよな、誰使ってあげたいっていうのはもう正直言うと全員なんだよな。全員使ってあげてんだよこっちは。だからそれもね、やっぱり叶わないから。リムラ海外行かねえかな。世の中出てねえな。成長タイプ普通、あと4年か。ともすれば風間が3割並ぶ4人か。いいね。お、草山も見るとシーンがあってやっぱ見栄えがいいな。31歳ですか。井出が1歳出ないな。正直ゴールデングラブ賞を取らせてあげたいから使ってしまうな。1割5分だとしても、でも絶対井出を使うべきなんだよな。さすがにちょっとここまで我慢したと思う。井出にしよう。ここまでは我慢したけど、もうこっからはちょっとかばいきれない。もうここまでは我慢した。俺も正直こっからはもう井出だ。すまん。オッケー。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりますか。もうちょっと飛ばしますか。この辺まで行って
なんとなく。ああでもそうだな、トレードしたいもんな。もうちょっとここは粘ろう。さあ、あとは川又をトレード出すかどうかですな。川又どっか拾ってくれるかな。まあ、楽天、まあスワローズにもあげたいですね、こうなるとね。よし、じゃあ今回はこれで終わりましょう。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。